はい、こんにちは、加藤です。今回はロードバイクの室内トレーニングをまだしていらっしゃらない方に向けてお話をしていきたいと思います。以前ですね、そのアンケートでスマートローラーを持っていますかいませんかという質問をねしたことがあるんですけれども、約半数の方がまだ持っていません、購入検討していますという結果を頂戴いたしました。私もですね、室内トレーニングにつきましては以前はねスピンバイクというのを使っておりました。今はスマートローラーをね持ってやってるんですけれども、今回はですねスピンバイクとスマートローラーの始め方についてお話をしていきたいと思うんですけれども、それぞれのねいい点メリットデメリットもありますので、そのあたりをお話ししつつ、後半ではですねカツオがどんな風にスマートローラーを使ってズイフトをやっているのか、その室内の方もねご紹介していけたらなと思っております。私も含めてですね、多くの方が冬でお正月で若干ね増量していると思うんですね。で、私もですね少しダイエットどうしていこうかなと思っているのと、6月の富士ヒルに向けてですね少しずつ積み重ねねしていかないといけないなと思っておりますので、まずねスピンバイクについてお話をしていきます。スピンバイクの良さは何といってもねお手軽に始めることができるというところですね。私もAmazonで約2万円ぐらいで購入いたしまして、まあ重たいんですけどね、もうセットして電気をね接続したりすることなく始めることができます。で、あとねいい点は静かですね。ギアチェンジがね無段階変速って言いまして、私が使ってるやつはですねキュッとこう回していくことで重たさを変えることができたんですね。で、普通のロードバイクと違ってカシャンカシャンというね変速がないので非常に静かで、下の階に対してもね安心して始められるんじゃないかと思います。で、スマートローラーと違ってスイッチも入れなくてもいいし、ペアリングとかもないですし、非常にね気軽にねすることができます。で、反面ですね若干孤独な感じはねいたしますですね。一人でね黙々と踏んでいくという感じです。で、あとスマートローラーと違ってパワー表示がないので、若干ねこう成長がつかみにくいかなという感じはいたします。ストラバとのね連携もできないので、自分がねどれだけやったかっていうのはスマートウォッチとかでね時間で管理していくという形になるんじゃないかと思います。とはいうもののね、私も去年はもうスピンバイクをずっとね地道にやっていて、でまあ、それが元で富士ヒルでシルバーリンクを取ることもねできましたので、やらないよりはね圧倒的にやった方がよろしいかと思います。続いてですねスマートローラーをやっていく時のお話をしていきたいと思います。やっぱり醍醐味はですねツイフトと連携をしてバーチャルライドができるというところでございます。もちろんねトレーニングをしたりレースをしたりすることもできますし、最近では YouTuber のね弓闇ちゃんとかチームエンジンバグカナちゃんとかアニマルランドさんとかとね一緒に、まあ、ミートアップっていうんですけれども、バーチャル上でね、ライドをしつつチャットなんかでね楽しく会話をしているというふうにお聞きしております。で、私はですねどっちかというともう一人黙々と YouTube を見ながらやってるんですけれども、それでもねバーチャルでやっておりますと、画面上に私が走ってるところにですね後ろからですねだいたい外国人の方が抜いていかれるんですけれども、抜いていかれるとなんとなくですね抜き返してやろうかなみたいな、そういうところでまたこう楽しくなって、こう抜きつ抜かれつみたいなところでね自分が持ち合わせている能力以上のねトレーニングができたりすることができるので、ここがやっぱりスピンバイクとは大きく違うところだと思っております。でね、スマートローラーやりたいなと思いつつ、なかなかね商品も高かったり設定がね面倒だなと思ってる方も多いと思うんですね。まあ私もその一人だったんですけれども、一回ねやってしまえば、まああとはね慣れでできますので、できることならねスマートローラーでズイフトすることの方がねより大きなトレーニング効果が得られるんじゃないかと、もう最近ねひしひしと感じているところでございます。じゃあ何からね準備していけばいいかというところになるんですけれども、私がね使ってるのはノザ V というスマートローラーでございます。これの特徴はねとにかくね静かですね。メーカーの中ではハイエンドモデルになるんですけれども、比較的他のメーカーさんと比べるとお求めやすい価格設定になっていると思います。今ね使い始めて1年半ぐらいですけれども、現在のところトラブルはゼロということになっています。それからこちらがカツオクさんが使っているノザ S でございますね。これはカツオクさんはご自身で購入されました。で、今ねAmazonで見てみますとマット付きで
10万7800円税込み送料込みということなので、これもね、静かで非常にいいスマートローラーだと思いますけれども、お求めやすい価格設定に、ね、なっておりますですね。で、カツオが使っているノザ V の方は結構激しく乗っても左右にね、うまく揺れてくれるので、ロードバイクのフレームの負担も少ないと感じております。スマートローラーだけあればスマートフォンでアプリをダウンロードして接続すればツイフトもねできるんですけれども、やっぱりねスマートフォンだと画面がちっちゃいので少しね見にくいと思います。カツオも初めはですね、大画面のテレビにつないで見てたんですけれども、今はですね、安いタブレットを Amazon で買いまして、それにつないで Zwift をやっております。で、このタブレットももう Amazon で買ったんですけれども、スマートフォンと違ってですね、大きくて見やすいですし、Amazon のね、タブレットも持ってるんですけれども、そっちは YouTube を見る専用機として使ってまして、あと必要になってくるのはですね、こちらの汗受けカバーですね。これ1500円ぐらいで買いましたけども、これはね、できたらやっぱりあった方がいいですね。汗がね、やっぱポタポタ落ちてきますのと、汗をね、拭くためのタオルをこの上に乗せながらやっておりますね。それからね、今の季節、冬だとね、いいんですけれどもね、扇風機を机の上に置いております。で、暑い時は、後方からも扇風機をつけて2台体制でやってます。で、扇風機ね、なんか工場用の激しい風圧のやつをね、使っていらっしゃる方もね、いらして、羽がオレンジ色でとてもかっこいい感じもいたしますけれども、家に置いてあった20年前ぐらいの扇風機を使ってますけれども、それでなんとかいけておりますですね。で、それからね、便利なものは、ハンドルの前に置くこの台ですね。で、この台は、ウィッグルが CRC で海外サイトで買って、だと思うんですね。これ8000円ぐらいで買ったと思うんですけど、タブレットがねうまくこう置けて非常に便利ですね。で、そこにだいたいペットボトルの水を置いたり、タオルをね置いたり、スマホを置いたりして使っております。で、あとはね、汗がねフローリングにポタポタ落ちてもねなんなのと、下に対するちょっとね音をちょっと減少させるためにマットをね引かせていただいてます。これぐらいあればね、なんとかスマートローラーでツイフトをすることができるかと思います。はい、では本邦初公開カツオのズイフト部屋でございます。スペシャライズドのルーペがそのままズイフト車、スマートローラー車に、ね、なっておりますですね。使っておりますのはエクスプローバーのノザ V ということになっております。ここがねクッションになってますので、ちょっとね体重かけると傾いてくれますね。それは両サイドにございます。後方から扇風機用意しております。接続はこれでやりますとつきますね。ごしゃごしゃしておりますかね。扇風機。こんな感じですね。これが非常によろしゅうございます。汗受けですね。ライフラインというメーカーの台になるんですが、今はね、ちょっともう海外からこれ買えなくなってるかもしれませんけど。これね、ここにね、うまくスマートフォンとか、タブレットがね、入りますので、接続していきます。心拍モニターを押して、IGP スポーツの LW10 と連携しましたので、これを押すと、どれか好きなやつを押すと。で、ライドロス開始と。ズフトの時はね、SPD を使ってますね。やっぱりね、バーチャルで他の人とね、一緒にスタートしますので、非常にこう気合が入りますね。モザー V はですね、下の電気が変わるんですね、パワーにですね。これがね、結構ね、気分を高めてくれますね。パワーが出てきますとね、赤に変わるんですよね。本当の実装にはね、叶いませんけれどもね、次第にするトレーニングとしてはね、十分に気持ちよく走ることができますね。過去にですね、ツイフト部屋のご紹介も YouTube でしておりますので、もしよかったらね、そちらの方もたくさんの事例がありますので、参考にしていただければ幸いでございます。まあ、やっていけばね、かなりね、トレーニングになって、早く、そして強くなっていけるんじゃないかなと思います。去年でしたかね、おととしでしたかね、富士ヒルで優勝した池田さんという方も、ご自宅で、まあ、トレーニングの9割ぐらいしていらっしゃるというふうに聞いたことがありますので、もちろんね、実装もあったかくなればしていきたいと思っておりますけれども、室内でね、楽しくバーチャルトレーニングできるのがスマートローラーになりますので、迷っていらっしゃる方は、まあ、それなりにね、お値段もしますけれども、思い切って購入されて、全く損はないかと思います。まあ、カツオもですね、ズイフト上でこっそり走ってますので、見かけたら追いかけてやってくださいません。
ということで、今回は室内トレーニングのお話でございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。以上でございます。